東京ヤクルトスワローズ対福岡ソフトバンク。打席には1番バッター川島。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。引っ張ったサードうまくさばいてセカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。打順は1番に帰ります。バッター藤岡、今日はまだ当たりがありません。近藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター上田、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。行きましたが